ニスモの本社を、まあ、プロジェクトを私も担当してたんですけれども、非常に覚悟がいるプロジェクトになりました。愛された大森を鶴見に動かすということで、デザインに対するプレッシャーも非常に大きかったですね。ニスモの、グローバルエクスパンションというか、今までよりもさらに、ニスモを大きくしていこうというそういう場所になるので、すごく、こうやって工事が着々と進んでいるのは感慨深いですね。入っていただく、まあ、ニスモさん、まあ、元より、今後、こちらの方に来ていただくお客様にも喜んでいただける建物作りを、にしたいと思います。ちょっと凝ったデザインを、日産デザイン部の方でやってもらってますので、来る価値十分ありと。本社の外観特徴はですね、研ぎ澄まされた感性と、あと、まあ、竹下技術、そういったものをですね、まあ、モチーフとして考えた時に、刀という日本古来のですね、伝統的なそのモチーフっていうのが出てきたんですね。これを建築の外観にデザインとして当てはめて、いろんな人に来ていただきたいなというふうにもちろん思っています。今大森の方に来ていただいている、お客さんはもちろん、それからさらに海外からのお客さんやそのビジネスパートナーにもぜひ、皆さんに来ていただきたいと、思っています。